つね。そろそろ。まあまあ頑張ってたよ、鹿は。嫌な夜だぜ。サタン様。サタン様。誰かこいつを。ああもう。注意怠るから。おやめさん。魔人鬼が譲り受けたい。魔人鬼。さあ、おやめ。こちらへ。炭酸水がむせた。はい。野獣を撃つべきだったか今。でも撃つ大神さん、あやめ、何すんねん。それでいいの？いいのかこれで、いいのかこれで。撃っちゃったけど。大神一郎、冷静な判断、迅速な行動、そしてその勇気、褒めてやろう。敵に褒められるということは良くないということか。だがそれも徒労になる。徒労になる。愚かなる人間どもよ、お前たちは苦い絶望の味を舐めることになるのだ。これを見るがいい。撃ってしもうたんだが、今撃ったのは。セーラームーンとかにできそうなキャラになりました。最強のコーマにして我に最も近しく、また頼りとするもの、あやめよ、よくぞ目覚めた。はい、我らは常についなるもの、前世でのちぎりに従い、こたびこそおそばに。前世で何があったんすかね。今宵の開口こそ永遠。さあ、これこそが我らの求める鍵、魔人鬼をお納めください。あれ、さっき落としたよな。さっき落としたよな、撃ったのに。貴様らに待ち受けているのは、もっと早く撃てばよかった。破滅。あやめさん、お前たちの知っていたあやめはもう死んだのだ。たった今、お前のその銃でな。撃たなければよかった。周りの人間からちょっと白い目で見られてし、しょぼん。ここまでにしとくか。これで終わるといいんだけどな。ピシッと終わんないかな、もしかして。終わんなかったら、まあ、引き続きということで。終わってないな、やっぱり。どうしたこの荒波は。どうしたということだ、荒波。く
黒き雨よ、魔の風よ、邪念の海よ、今すき封印の時我に力を与えよ。いよいよ復活するのだ。静かに静かに、あれ、あやめさん、どうしてこんなことに。見事な決断でしたね、あの状況で撃てるなんて。スミレだけがなんかこうスミレだけがなんか慰めてくれとる。やっぱスミレかな、やっぱスミレだよな。なんかポイントポイントではやっぱスミレの方がポイントが高いな。立派だって言ってくれてる。スミレだけはちゃんとフォローを入れてくれたな。動画見つらかろうに惚れてしまうわ、おめえのことだぜ。わかりました。ちょっと全員のところに、その前にちょっとシャワーでも浴びて聞きますわ。何かあるかと思ったら何もなかった。プールでも泳いでないか。全員がどこにいるかなんて分かんないんですけどね。どこがいいと思う？とりあえず部屋に行ってみる。でも部屋にいるとも限らんから、まあまずサロンに。スミレがいた。スミレか。そう、落ち込むなよ。落ち込むですって？そんなバカバカしい。あんな女の一人や二人消えたところでどうってことありませんことよ。非常ですね。どっちだろうな。素直じゃないな、こっちかな。まったく素直じゃないな君は。素直じゃないですって。失礼いたします。ああ失敗した、失敗したのか、失敗したのか。待ってくれ、あ間違えて、紫色だから炭の部屋かと思ってコーランの部屋に。これ全員見つけるの大変じゃない。スミレの部屋に行こう。あ、間違えて、さくらの部屋に。あ、間違えて。みんなどっか行っとるぞ、これ。みんなどっか行っとるわ。とりあえず、スミレを部屋に。まずったな。ショコ。なんとなくショコへ。あ、コーラ。コーラン？あ、もがみはん。うちには知っての通り、何の力もあらへん。力？バリアハンのように、銃の名手でもなけりゃ、カンナハンのようなごっつい力もない。いや、メカニックオタクっていう力があるやんか。って言うなら、手先がちょっとばかし器用なくらいや。ほんま言うと、学校ってとこにも行ったことないや。そうか。でもな、学歴中に煽られてしまうな、それは。そんなうちを、あやめはんは拾ってくれた。恩人じゃないか。あやめはんはうちの大事な人なんや。撃ってしまいましたね。俺が助ける。あやめさんは俺にとっても大事な人だ。必ず助かった。神々。ほんま？適当な約束をしてしまったな。そうな。笑顔が一番や。ありがとう、大神はん。そうだね、それがいい。はあ、まだ引きずっている。スミレを怒らせたことをまだ引きずっている。
さくら君、こんなところにいたのか。ちょっと気持ちが落ち込んでたから。士気が落ちてる。これじゃサタンの思うツボですよね。もっとしっかりしなくちゃ。ほんまほんま。このぐらいで、ま、大神さん、あやめさんのこと好きだったでしょ。そうかもしれないって言っといた方がいいような気がする。私もこれが正しいな。違うは違うな。すごく憧れてた。いつかあやめさんみたいになりたいって思ってた。そう、さくら君があやめさんになってしまった、あやめさんみたいな人になってしまったら全く惹かれないんだが。ねえ大神さん、あやめさんはサタンに操られてる。きっと助けられるはずです。仲間として見殺しにできないわ。強いな。そうだ、あやめさんはサタンに操られているだけです。助け出しましょう。あやめさんは帝劇にとってかけがえのない人ですもの。そうかな。そうか、あんまりなんかそういうあんまりエピソードだ。ありがとう大神さん。エピソードがあんまりなかった気がするんだ。いつの間にか雪が。あとどこに行きゃいいんだ。2階客室。うわあ、あとはカンナと、カンナとマリアとアイリスか。湧いて誰もいないよな。食堂、あ、カンナがおる。少尉か。腹が減っては戦はできるか。まあね。心配すんなよ。頼もしい。あ、ごめん、もう行くよ。こういう時ほっといていいんすかね。宿直室とやらに行ってみるか。誰かおるかな。誰もいない。宿直室ってなんか作品トータルを通して見ても特に何もない場所という感じだな。いや、思いのほか長かったな。ラストパートがすぐ終わると思ったら全然すぐ終わんない。ういー、どこだ、どこに行けばいいんだ。道具部屋じゃないしな。うろうろしてます。あやめの部屋、ここにマリアがいそう。マリアの部屋開いた。入ってもいいかい。あとはアイリスか。隊長、花組の中では彼女とは4年前にアメリカで出会いました。すげえな、2年前、6年前にコーマのあれで、その後2年後にはもうアメリカでスカウトの活動をしていると。殺し屋家業に身を置く寸前でした。殺し屋家業、そ、あの悲しい人です。めっちゃ今飛ばしちゃった。いや、いいんだ。今の話忘れてください。あの動画で見ている人は今さっき飛ばしてしまったなんか大事そうなところを。大神さんが来るまでは隊長のおすすめ通り少し休むことにします。米田中将、あまり頼りにならない感じですかね、米田支配人は。それはそうと、昔私を導いてくれたあやめさんは善と悪、
どっちのあやめさんだったのでしょうね。善と悪。アイリスがいないんですけど。あれ鍵がかかっていない。あれアイリスは部屋か。一応全員に。アイリスいない。寝てる。今のでへんか。今ので会ったことになるんか。そっとしておこう。最後にす。最後にす。すみれのね、すみれ色だからつい間違えてしまう。最後にすみれに声をかけていく。やはり少し放っておくしかないようだな。じゃあこれで話を進めるためにヨリナのところに戻りましょう。多分作戦室に行けばいいかな。あれ支配人室に行けばいいかな。支配人室誰だ。オオカミです。おお、そうか、はい、んな失礼します、長官。おお、大神か。花組の様子はどうだった。まあ、ご苦労なことだ。おめえに頼みがある。何でしょうか。実は報告書を書きてんだがよ、おめえ。報告用紙ですか。あ、確かその棚の中にあるはずなんだが。まったく情けねえ。今まで何もかもあやめくんに情け取ったから、任せ取ったからなぁと。女で一つ亡くなっただけでこの有様だ。どんだけポンコツなんだ。なあ、大神。6年前、わしの前に現れて以来、いつしかわしはあやめくんを実の娘のように思っとったよ。いつかどこかに行っちまうと思っちゃいたが、よりによってな。あやいや、トントントンと飛ばしてて。動画で見てる人は、コンマ送りで。一発の口を聞くようになりやがって。シャキン、シャキッとするわ。撃てって言ったのは自分だからね。迷わなかったよ。迷わず、迷ったけど撃ったけど。後悔しないように努力し続けること、それなかなか、なかなかですな。なかなか難しいけど、まあそうかもしれんな。努力し続けること、後悔せず。我が野望の城が蘇る。あやめよ。はい。はい。聖魔城の復活にはまだ幾ばくかの時が必要。その間、小娘どもの注意を引け。は。注意を引くだけでいい。その力見せてもらう。お待ちください。誰ですか。このあやめは先日まで眠っていたも同然のもの。誰ですかあなたは。失敗せぬとも限りません。誰ですかあなたは。ぜひともこの蝶に。よかろう、好きにしろ。ありがたき幸せ。めっちゃいい加減な存在の扱いを受けている。何を笑う。いいえ、あなたのお手並み拝見といきましょう。サタン様と共に野望を果たすのはこのあたし。あたし貴様の好きにはさせない。中でバチバチやっとるけども、バチバチやっとるけどもだ。話が切れ目なくつながっていっている。恐れていたことが現実のものとなってしまった。あれなんや、東京湾に。赤き月によろ夜、封印と彼氏とき、高魔の聖魔城よみがえらん。聖域には破滅の神器ありき、その神器裁きの光をもって地上を怪人に返さん。方針式書伝の一文だ。ほう、方針記書伝。
魔神器とともにこの帝都で最も尊きお方のもとに代々伝えられた予言書だ。ほう、それではあれが、そう、聖魔女だ。聖魔女、おそらく神器とは太古より伝わる霊視法のことだろう。量子法か霊視法か。へえ。幻の大地ヤマトが今浮上しようとしている。もはや時間はない。一刻も早く東京湾に向かい聖魔女復活を阻止するのだ。とか何ひぃひぃ、この声はあやめさん。一旦セーブで今日ここまでにします。ちょっと遅く、夜遅くになっちゃったんでね、ここまでにします。いやー長いね、ここに来て長いね。現れた最終兵器が第9話が長い。ほいじゃあまた、日を温めて。